養成ゼミナール、略してヨゼミ第6回、久々の開講です。イエーイ。はい、皆さんこんばんは。元気ですか？2学期突入しましたよ。元気にやってましたかね。いよいよ第2クール直前ということでね、これまでの物語を復習、そしてこれからの物語を予習していきましょうということで、みんなで一緒にフェアリー語を学んでいきましょう。マリアナイル役の一ノ瀬かなです。よろしくお願いします。はい、おかげさまで第1クールの方は、はい、好評のうちに駆け抜けることができました。先に映っちゃった。はい、未だそうですね、まだまだ謎が深いですけれども、2クール目でそのフラグがね、いっぱい立てたフラグがパッと回収されます。はい、はい、そんな謎が謎を呼ぶ世界観をより分かりやすくするために、あのニコ生をね、じっくり見ていただいて、そうですね、今回も講義形式でたっぷりと作品の魅力をお届けしていきますよ。それではご紹介いたしましょう。本日のヨゼミに参加される皆さんです。はい、皆さんこんばんは。ベロニカソン役の福原彩香です。よろしくお願いします。お願いします。お、なんだ、すごい、なに、あれ、職人がいる。あ、なにとか言って、あ、皆さんこんばんは。クララ・キテナリア役の諏訪彩香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、セルジュ・トーバー役中島由紀です。よろしくお願いします。お願いします。すごい、何だったんだろう、さっき、ね、なんか通ったよね。あれ、職人さんが、ね、うん、作ってるってことですかね。すごいですね。すごい、面白かった。はい、本日はこちらの皆さんと一緒にお勉強していきます。はい、さらにこの後特別講師、初登場ですかね、もう予定しておりますので、はい、お楽しみに。はい、はい、ということで今日は、私たち、はい、上映会をやってきました。そうなんですよ、ね、来てくださった方ね、まあ、結構温かい感じで、ありがとうございます。いらっしゃいますか、来てくださった方。はい、来たよみたいな、のみたいなのが上がるじゃん、のみたいな、行きました、のみたいな。いや、当たり前だよ、お疲れ、行きましたって。あ、結構、あ、でも、よかった、ね、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あとあといろいろ上映会のことも語れたらなと思います。そうですね、フェアリーゴーンの他の動きとしては、まあ、ブルーレイ &DVD ボリューム1から3が発売されたりとか、まあ、ガールズイベントもあったりとかしましたね。3人でとか、ちょっとガールズトークしてきちゃった、めっちゃ楽しかったです。私聞いてないんだけど、それ私混ぜてもらってないんだけど、それよしこ、ごめんね、よしこ、やめて、そういうの、ね、私だけハブ。ダメ、よしこ強いんだけど、よしこ、あんたそういうとこあるわよね。緊張感すごい、緊張感すごい、もうよしこ寂しん坊。何今の。今日は、今日は女子4人で頑張ろう。ね、はい、おー、みんな聞いてるんだ。よしこ、よしこ、はい、じゃあ、まあ、次回はよしこも参加できてればいいですね。はい、よろみ、よろみ、すごい、まあ、9月に入ってからは第2キービジュアルなどが発表されたり、PV とかも結構いろいろ、さっきも皆さん見ましたかね、分かりやすい動画が結構、分かりやすかったら2分ちょいで分かるっていうのが、そうですね、時間は厳密ではないんでね、2分ちょいぐらいで、でも分かりやすかった。そうです、ぜひまた繰り返し見ていただけたらなと思います。そっか、放送1週間後、そっか、なんだ、そんなに迫ってんだ。いつからちょうど日曜、6日の日曜、そっかそっか、結構キンキンですね。ちょうど1週間後に2クール目の第1話が、第1話っていうか、まあ13話がやります。はい、はい、楽しみ、楽しみでございます。そして毎回おなじみレッドフット先生、ジェリーさんが結構サポートしてくれて、今日もいい顔してますね。ご機嫌よせ、ジェリーマサです。ご機嫌です。喋った。ご機嫌よせ。喋りますよ。ガールズトークイベントに参加した JB です。ちょっと、ちょっとマーサー。怒っちゃっ
ちゃうから。よしこだ。しよしこだけハグ。よしこだけハグ。またやろうよ。本当にかけて泣いてんだからね。いやすごい似合いすぎるんだけど。なんでこんな違和感ないんだろう。しっくりきちゃう。お店行ってた。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回も。この番組を通して皆さんと一緒にいろいろお勉強していこうと思います、はい。第2クール開幕直前ですのでどんどん盛り上がっていきましょう。イエーイ、いきましょう。はい、では早速ですが、うん、最初の講義に参りたいと思います、はい。今回のトップバッターは福原さん、彩香さん、お願いします。はい、彩香さん、彩香さん、彩香さん、2人いますから。彩香さん、彩香さん、2人、彩香さん、戦争ですよこれは。彩香戦争、彩香戦争、勃発しちゃう。声優界多いんだよな、彩香。そうだね、多い多い。はい、私が担当するのは歴史です。はい、前回は第一クール終了直後ということで小テスト形式で物語を振り返っていきましたが、うん、第二クールの話をする前にまずは改めて第一クールを振り返っていきましょう、うん。はい、もう本当にいろんなことがありました、うん。そうね、現在ね、ツイッターでは、うん、先ほど ね、 あの番組始まる前にもちょろちょろ流れてた、うんうん、2分ちょいでわかるフェアリーゴーン PV、うん、キャラクター編、世界観編、ストーリー編をそれぞれ公開中でございますけれども、うん、はい、皆さんは先ほどもね流れてたけど見てくださいましたか。うん、いろんな用語もあるからね、うん、フェアリーゴーンは、うん。マリアが難しい単語いっぱい説明してました。いっぱい言ってた、うん、どれが難しかった。え、どれ、技術とか。そういうところなんだ。専門用語じゃない。そうか、確かに技術はね、なんか、うん、結構技術、そうですね、漢字弱いんで私。そうなの。脳内で処理しきれないかったです。そっか、努力していこう。はい、そういうことで。はい、本日はニコ生編と題しまして、私たち4人が力を合わせて2分ちょいでフェアリーゴーンの物語を皆さんにお届けしたいと思います。さっきの見たら映画な。ねえ、さっきのやつ分かりやすかったからね。2分ちょいか、分かりづらくしていく方向でいくの。大丈夫かな。確かに私たちの主観も入れつつの感じになると思いますが、ルールは制限時間2分で、うん、私たち4人によるリレー形式で、はい、第1クールを振り返ります。はい、1人平均約30秒ですが、ペース配分は自由で OK って書いてある。これ怖い、怖い、この1分。1人で1分50秒使う可能性もあるということですね。全然いいよ。どうしましょうかね。じゃあ順番大事になってくると思うけど、うん、順番はどうします？みんな協力プレイですからね。そうそう。協力プレイですからね、諏訪さん。なんで私なんで協力しよう。協力していきましょうよ。協力しよう。しましょう。まあでも、うん、まあ1話からね、がっつり、うん、はい、もうあれだし、主人公だし、はい、もうそうですよ、まあ、じゃあもう一ノ瀬ちゃんからいく。そうね、よしこ最後です。え、よしこさんが私が落ち。よしこが落ちよ。私とでも落ちっていうか、まあ落ち、落とすの得意だから。ずっとこのキャラでいくのよ。よしこでいくのよ。私がまずいよ、まずいよ。もう私が喋るだけで落ちみたいなとこあるから。いやいや、うん、本当内容入ってこないから。真面目に、真面目に。えよし、じゃあ振り返り、もういきなりいいのかな、これ始めちゃって。大丈夫かな。2分、え、これタイムとかプッてやられるんだよね、きっと。いや、もうなんかいい感じのところでカンカンカンですよ。カンカンカン鳴らしてくださるんですかね。ですかね。その模様です。はい、じゃあそれではいきますよ。じゃあ、ニコ生編チャレンジスタート。スーナという森で生まれたマーリア、はい、そしてベロニカ、そんなマーリアがどんどん育っていき、うん、オークション会場でフリーと出会う。やった、はい、出会った。いや、そんな中、うん、まあいろいろ妖精好きに関することとかもフリーから教わる。妖精好きってなんだ、うん、で、ざわ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 なんか周りがうるさいぞ。なんだなんだ、なんかオークション街道で、会場で騒動が起きてる。なになに、見に行こう見に行こう。見に行った。これでベルがいる。ベルだ、ベルだ。めちゃめちゃ久しぶりのベル、ようやく会えた、嬉しい。はい、はい、なんかフリーとベルが戦い始めたぞ。はいはいはい、止める。マーリアは止める。まだ1話だよ。マーリア、その前にマーリア、あと1分だ。あと1分。じゃマーリア、あの妖精ヒュン来て、ドクン行ってバッてガスクラップで出る。出た、止めた。はい、はい、止めた。え、止めた。そっからまだ1話だよ。まだ1話だよ。
やばいよやばい。まあ止めたはいいけど、ベロニカ釣れないです。あんなに仲良かったのに、とか消えてしまいます。で、マリア、ベロニカと会いたいから、フリーと手を組みます。そして、クラーラ・セルジとも出会います。出てきた。出てきた。よかった。危なかった。なんか素敵な職場、仲良くなれそう。そして、第3話、ここで、やばい。ウニも登場します。ちょっと待って、ピッチャーすげえ、めちゃくちゃ強え。スイーティーも登場します。はい、4話、ジョナサンっていうやべえやつがやってきて、黒の妖精ショー、さらっていきます。ジョナサン、ジョナサン倒さなきゃってなって、なんかパディもフリーもなんかすごいことになって、人工妖精の誤作動って何？いやもう丁寧、丁寧に、丁寧か、丁寧に2分で、ワンクール目の前半まで行きました。いや本当ですよ。ここから、後半戦を、ソワさんと僕で、あと2分使っていきたいと思います。よーい、スタート。いいですかね、今どこまで行ったんだっけ。4話で人工妖精の誤作動、誤作動起こって、あ、やばいってなって、犯人誰やねんってなって、もう犯人判明。誰？テッド。テッド、お前だったのか。テッドだった。なんだと。そうなんだよ、もう許せねえ。そうなんだよ、テッドが犯人も捕まった。で、捕まってからの、あ、もっともっとヤバいやつ出てきた。誰だそれ。リスカー出てきた。リスカー、リスカーの襲撃にあって、オズ死んだ。オズ死んだ。オズ、オズ、私たちのオズを。よくも、よくも許せねえ。リスカ、許せねえ。許せねえ、もう周りはめっちゃ落ち込んでる。落ち込んでるからの、やっぱあたいのせいでオズ死んじゃったんだんごみたいな感じになって、なんかでも本当に周りのみんなが、いやお前のせいじゃないし、オズは本当にいいやつだった、でもお前のせいじゃないしってなって、でもなんとか敵落ちてえなって、もう周りはちょっと暴走しがち。マイッチング、これ本当に。そんな復讐は何も生まないってベルに言いたい気持ちもあるくせに、自分もちょっと復讐に走っちゃう、これ本当にナンセンス。で最終的にはなんか、あのハイブランツコ、シュバルツ・ディーゼ本当にめっちゃ悪いやつ、レイドーンがシュバルツブエブスー刺した、やったやった、これでなんとかなった。でもなんかすっげえいろんな人死んだし、オズ含めて、なんかあの勝負には勝ったけど試合には負けたみたいな感じで、なんかすごい悲しい感じで一気は終わった。そう、そんな感じ。そんな感じ。あれ、まだ残ってるじゃん。終わった終わった、終わりましたか。終わりました、終わりました。あ、このなんかこのすごく重厚なストーリーだった。なんだろうな、なんだろう、お店、ここは何のお店って感じで軽く、最後ね、最後ママのお話だったもんね。ママのお話だった。本当にそんなダメよ、本当にそう。でも結構ワンクール目もね、やっぱその死んじゃったりとかして、結構どんどん勤めてて悲しかったよね。我々にとっても、ドロテアにとっても心に刺さったよ。なんかドロテアはあのワンクール目はすごい負け戦が続いてるというか、ちょっと身を食わされるシチュエーションが多かったんで、まあ2期は一体どんな感じになるのかなってところですかね。そうですね。はい、みんな分かったのかな。さあ、まあね、でも これはね、まあ、JB さんにもね、お話を、はい、私たちの解説はいただけたのどうでしたか、ね、どうですか、分かるでしたでしょう。5分ちょいで分かるようになりましたけど、それぞれのなんか色は出ていて面白かったんじゃないかなと。なんかお風呂で喋ってるみたいになってますけど、ね、湯船使ってる思いますけども、なんかね、そうですね、一ノ瀬さんはほぼね、擬音とあの呼吸音だけで何を言ってるのかあれでしたが、まあテンションは高かったですし、あの福原さん丁寧にまとめていただきましたし、ね、あの諏訪さんはほぼテッドとリスカーとオズが死んだぐらいしか伝わってこなかったですけど、なんとなくテーマ的なところはまあ全体的に伝わったんじゃないかなと思いますが、ね、あの中島さん言うように、まあやっとセットアップされたみたいなところ、あのワンクルメだったと思いますので、まあいろいろありましたけれども、今日はですね、ちょっと特別講師の方来ていただいていますので、その方ご紹介できればなと思っておりますので、強力な特別講師でございまして、特別講師は鈴木健一監督です。お願いします。あ、鈴木です。よろしくお願いします。お願いします。監督ですよ。監督。
特別講師じゃないですか、ね、すごい、はい、全部知ってますから。そうですよ、ね、心強いです。どうでした今の我々のさっきの聞いて。いや よく聞けたな。いや、 やめましょうか。もう聞いてられなかったですね。すごく分かりやすくて、いや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 、優しい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 。逆にそ そのフォローが痛いみたいな。ありがとうございます。はい、はい、うん、そうですね、今日私たちこのメンバープラス前野さんと細谷さんでプレミアム上映イベントをやってきまして、はい、はい、お疲れ様でした皆様。お疲れ様でした。いや、うん、そうですね、ワンクール空いてツークール、うん、3話まるっと13、14、15ってやらせていただいたんですけど、うん、どうでしたかね、お客さんの反応とか、うんうん、いや、なんかでも結構盛り上がってというか、入り込んで見ていただいたので、なんかすごく嬉しかったですね。お客さんたくさんいましたね。そうですね、たくさんいただいて。で、今日はあの現場でてっていうか、そのアンケートを書いていただいたので、はい、ちょっといくつか選んでお持ちしたので、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあ、いろいろ、はい、え、これどうする、これ何、読んでください。読んでますか。じゃあ、いいの、もう読んで、どうぞ読んでください。じゃあ、いきます。これハンドルネームを読まない、読んじゃっていいんですか。じゃあみおさんからいただきました。スーナの村の描写が深まったことで物語全体の入り口のようなものがよりはっきり見えた気がします。ツークール大変楽しみです。オープニングの格好さが印象的でした。ありがとうございました、という感想もいただいております。はい、ありがとうございます。じゃあ、深田さん、はい、ハンドルネーム起きるさ起きる魚さんからいただきました。うん、マーリアの過去が分かりましたが、まさか出生からこんなに不幸だとは。最後にはマーリアもベロニカもみんなが笑顔になれることを祈っています。そして15話のラストもまさかの展開すぎて、何クールも目が離せませんね。あと相変わらず戦闘シーンがかっこいい、映画館で見られてよかったとのことで、確かに映画館でこう見るのいいです ね、あの大きいスクリーンで見るのは、フェアリーゴーンはね、めちゃめちゃ綺麗ですから、映えますからね、本当に、音楽も、じゃあこれを一ノ瀬さんに、はい、ありがとうございます。ハンドルネームソラさんからいただきました。ありがとう、うん、ありがとうございます。スーナの過去回は涙なしには見れませんでした。マーリアのお父さんとお母さんが亡くなってしまうところや、育ての親がまさかレイドンのお兄さんだったなんて、うん、言っていいですよね、うんうんうん、ウルフランの過去もすごく気になっています、うん、最終話まで見逃せません。いやですね、そうなんですね、本当にアンケートの回収率といいますか、うんうんうん、そうですね、束のように、そう、うん、実は我々そう楽屋でもう読ませていただいたんですけど、うん、すごくて、でみんなすごい結構あの、まあ、内容は深くは言えないですけど、これから見る方が多いと思うので、うん、結構こう涙してくださったりとか、うん、結構その13話からがっつり なんて深いところのお話をやったりしましたもんね、うん、だから皆さんの反応がすごい、うん、なんだろう、熱かったというか、うん、結構いっぱい文章を書いてくれたりとかもして、うん、なんか一人なんか 2,3 枚くらい書いてる、うん、くださってる方もいて、うん、そのくらい熱い思いがいっぱい綴ってくださって、うんうん、ありがたいですね。アリスさんからいただいたんですけど、うん、音楽が全部とてもかっこよかったですっていう。やっぱフェアリーゴーンもやっぱ音楽もいいですから、オープンエンドもね、また一新されますから、ツークール目のやつもめちゃめちゃかっこいいですし、あと戦闘シーンの時に関わる挿入歌とかもありますからね、まだまだいけますか。まだまだ読んじゃっていいんですかね。おプラゾーさんがですね、どうか本日のイベントに出てらした6人が最終回まで生き残っていますようにという。あ、それはみんな祈っててほしい、祈っていただいてますね、それはね、みんな、まあ、僕らもあのイベントの中で言わせてもらいましたけど、やっぱその命の応酬の話なので、やっぱり、うん、あの一筋縄ではね、やっぱいかないですからね、うんうん、まあ、本当にあのセルジュ…てんてんてんじゃないんだよ。いや、もうね、やっぱセルジュはね、最初の方からあれもしかしてっていうね、ざわざわして死なないでほしいねって言ってたけど、そんなにみんながそんな風に思ってるやつほど死にませんからね、うん、しぶとく生きるんですよ、そういうイベントいないしっていたわ、今日もいたいたいた、いたんですよ、本当になんかイベント出ない、最初出ないって告知になった時に、うん、本当に死ぬんじゃねえかって言われて
うです。いや本当にスケジュールの調整だったわ。俺もびっくりだわ。でもよかった出れて。よかった。出れて。ありがとうございます。はい。そうですね。監督も今日が初皆様の前でフェアリーゴーンの。そうですね、お話しする機会でしたもんね。そうですね、うん、なんか皆さんとねよく全然話してるんですけどね、はい、なんかあの観客の顔を見るの初めてだったので、なんかすごく僕は新鮮でした。はい、あとそのアンケートに非常に多かったのはセルジュ生きててっていうのが非常に多かったあの結構切実に願ってる方が多くて、どんだけ心配されてるのっていう。本当にね、そうだよ、アフレコ終わっちゃってるんで、もう物語は変えられないんですよ。そうなんですよ、我々はねもう実はちょっと増しちゃってるんですけど、もはやヨシキかセルジュかみたいな、ほらほらもう同一化されてる今日ね先行上映にあった回の中でちょっとした見せ場もセルジュありましたからね。そうですね、それそうだね、結構それのついての感想とかもありましたね。やっぱ結構みんなえってなってて、それ楽しみにしててほしいですね、これから見る方は。本当にもう本当にね、非常になんかそのシーンとかもね、なんかいいいいって書いてくださってるから、なんかあのまあ来週から始まるのを楽しみにしていただければなと。はい、ぜひ。本当ですね、ありがとうございます。はい、はい、たくさん本当にいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ気になるキャラクターいっちゃいますか。いいんですか。いっちゃいますか。新キャラクターもね、はい、出てきますから。はい、はい、第2クールにしてさらに濃いキャラクターが出てまいりました、うん、はい、新キャラですね。はい、こちら出るかな。ドドン。はい、マフィア組織グイカーリン、グイカーリンの四大幹部の一人、うん、EJ と妖精についてなんですけど、ね、うん、EJ ダーベンソー、 CV が強いですよね。悪そうなやつ出てきました、ね、確かにちょっと、ね、CV 安本さん大体悪いやつですからね本人も言い方ですけど、ね、めちゃめちゃ優しい、優しいですけどね。安本さんめちゃめちゃいい人ですけどね。めっちゃ優しいんですけどね、声が強い、この役は確かに、うんうん、ちょっとね、まあ、グイカーリンですからね、またそうですよ、どっちかというとドロテアが勝つと敵側の組織の幹部ですから、うんうんうん、そう、うん、これ気になります。また白の養成書を書いたホレンソーの子孫なんですね。でもしかもあれですよ、養成武器モルテランと所持している。お、養成武器、これはすごい、結構キーパーソンというか割と上っていうね、また物語をガッと動かしてくれそうな。妖精武器持ってるやつ強いですよね。強いですね。あの駅でウォーロック亭っていうところに行ったです。ウォーロック行ました、ね、あれがあのグイカーリの耳、耳、うん、で今度はグイカーリの目、ね、おお、我らが潜入したのがそうか、はい、そうですよね、はい、そうそう、潜入したね、潜入した時、うん、行きましたね、DJ、そっか、うん、DJ、この人が目だった、まあ、続いて妖精、うん、シャープサイト、うん、ドン。うわー、今めちゃめちゃ BGM 最高だった、めちゃ良かった、神がかってた。いやー、これはちなみにモチーフとか聞いちゃっても大丈夫なんですか。何なんだろう、モチーフ言っていいのかな。まだダメですかね。あ、そっか、出した方がいいのか、まだ秘密にしておいてしまっておきましょう。うわー、まだしい見た目しますね。悪魔感すごい、すごい、めちゃめちゃ目がいいっていう、目がいい、目がいい、本当だ、どんな人、シャープサイトの資格を EJ は共有してるってことだったんですか。まあそうですね、言っていいのかな、内緒にしといた方がいいんじゃないかな。あ、これは結構物語に結構そうですね、やってくるのかな、感じですかね。なんか首に吊るしてるものも気になりますけどね。なんだろうね、なんだろう、巻きでぐるぐる巻きだけど、謎の物体が、これもなんか意味があるのか、ね、どうなのか。まあ意味は基本的にありますけどね、はい、まあこれが特になんかその道具として使われるかっていうことではない、うんうんうん、あの皆さんの要請にもいろいろついてると思うので、いろいろ私のにもついてるかも、そう、あれ球根です。あ、なんかあの親指姫のモチーフだからって言って、ここに球根の可愛いのがついてて、そう、いいってなったんですよね。だからそのカエルのやつで、そう、だからこれもきっと意味があるんですね、はい、すごい細かいところまで、どの妖精にも本当に細かく設定が出てきてます ね、 ね、そうですね、うん、なんかそういう妖精だけの細かい資料みたいなのも欲しいですね。フェアリーゴーンは設定資料集別で欲しいですね、うん、あの、あとなんかその絵のさ、うん、作画のあれとかもその背景のなんか集めた、うん、美術とかの、どこどこみたいなとかも欲しいですし、うん、いや絶対いいと思う、うん、細かいところまで見たい、うん、ね、うん、そうですね、第2クールがどんな感じの
物語として描かれていくかっていう、まあネタバレにならない程度で難しい、ちょっとニュアンスでも教えていただければ、うん、はい、そうですね、あのまあ第一シーズンでいろいろこう謎ワードが出てきたりしてたと思うんですよね、はい、であとこう話全体がこう進みがちょっとわからない感じというか、あ、なんかディーゼが話して終わったみたいにしかなってないんですけれども、まあいろいろ出た謎が第2クールで全て解消されるという流れになっているので、もう13話柄の展開がとてつもなく早く進んでいくんです。一気に回収していくというか、そうですね、割と確信に結構迫ってますね、いきなりグッと最初から引き込まれる感じがすごかった、それこそ13話からいきなり、いや、そうなんですよ、てか13話多分あでもあどこまで泣くよ泣いたよ、うん、アンケートの中でもね、13話結構人気が高いというか、そうですね、なんか女性人気がすごく高いというか、そうね、早く見て、早く来週だよ来週、うん、そうね、まあでもオープニングはもう皆さんはまだまだまだかまだオープニングはまだまだかまだまだ PV でちょっと流れたぐらい、 PV でちょっと流れたぐらいかもしれないけど、いやでもオープニングのなんか作り込み方もエンディングもそうですけど、うん、ものすごい力を感じましたね、そうね、そうですね、あ、まあ、第二クラートはその話のテンポもそうですけれども、うんうん、まあ、あのフィルムのテンポも速いし、うん、アクションが第一クールよりは倍増しているという、うん、多いですね、アクションが、カメラワークすごかったですね、本当に、うん、いや非常に、まだ見ぬ妖精もまだいっぱいいますから ね、 そうね、うん、あのキャラがあのキャラと戦ったりとか、戦ったり、そう、あ、うん、めちゃめちゃワクワクな、めちゃめちゃ熱いですよ、うん、こことここは熱すぎないみたいなのとかあるんですよ、うんうんうん、やっぱりそのワンクール目であのいろいろじっくりと伏線を置いて種をまいてきた分、なんかその回収のためにアクションとかも一気に増えたっていうイメージがすごいあるので期待していただきたいところですね、ぜひ、なんか急に書き入れ時が来たみたいな感じででもそれくらい結構スピード感でした、そうです、ね、体感的にも、うん、確かに怒涛でしたね、怒涛でした、そこの3話ぶわーってきましたけど、うん、はい、じゃあ次行っちゃいましょうかね、はい、はい、はい、新キャラクターも続々と登場します、ぜひお楽しみに、うん、そしてここで突然ですが美術のお時間です、はい、突然突然、はい、美術といえば私いや怖い、中島よしでございます、思わず美術といえば声でかい、私でーすイエーイいや美術といえば監督でしょ間違いない間違いよ、それはそうだ、監督を差し置いて差し置いてやらせていただきます、うん、今回何をやるのかと言いますと、はい、本日のプレミア上映会会場にね、うん、来られなかった方ももちろんいらっしゃると思うんで、うんうん、皆さんへ、どうにかこうにかこの13話から15話の魅力をお伝えしたいということで、うん、こんな企画をご用意させていただきました、題してニコ生限定先行上映、え、どういう感じですか、上映をしました、今日上映しました、うん、ここでやるのは、うん、上映、どういうことですか、あの上っていう字に、え、説明します、つまり映像ではなくイラストを描くんです、あー、わかりやすい、はい、今日ですね、3話分、うん、13話、14話、15話上映されました、はい、その中から我々が選ぶ、うん、ここに注目というポイントを、うん、絵で、はい、描いて、うん、説明してください、おー、うん、なるほど、わかりました、わかりましたか、わかりました、大丈夫ですか、前もこういう企画やった、そうです、前もやりました、でも今回は、え、ということは、え、監督がいらっしゃるんで、監督にもぜひお付き合いいただいて、はい、そんな贅沢なことないよ、はい、バケツリレーでね、ありがとうございます、はい、ペンもね、ペンも、はい、ペンもすみません、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、というわけで、はい、まあ、ネタバレに、うん、いや、そこが難しいよね、ならないように、そんなに精密な絵を我々が描けるのかどうかって話にもなってきますね、確かに、確かにね、あんまり口頭フォローしないでくださいよ、あ、確かに、これはこういう、ここのこういうシーンでっていうのもちょっとはばかられる、あんまり言わない、絵の意味ないですからね、いや、絵だけで伝える、うん、期待が高まるようなね、そうですね、監督はもちろん、あの
なんかマニアックなところにしてください。確かに、そうですね、話のね、なんかストーリーとはちょっとなんか違ったところでも全然いいです、ね、こだわったところとかでも、はい、難しいところですね、いろんなちょっと難しいところで、まあ、確かに難しいかもですね、ところですけども、というわけで、はい、上映時間はですね、ノーネームさんによるフェアリーゴン第2クール、オープニング主題歌スティールスタンディング1コーラス分の時間、まあ賞味1分半ぐらいですよ、アニメのオープニングですから、はい、短いですよ、短いね、いいですか、はい、始まったらスタートですからね、あ、どうしよう、ミュージックスタートって言ったら曲流れれるかもしれないんで、流れたらスタートですからね、はい、了解です、いいですか、ミュージックスタートって言ったら曲が流れる、分かんない、早く言ってよ、それでは、ミュージックスタート、本当食い気味で始まったな本当だ、何話とか全然忘れちゃってるよね、そうですね、中国今日も、すごい真剣です、どうしよう、ここはもうJB さんにお任せしますんで、わかりました、繋いでおいてください、繋いでおきます、2クル目もそうですよね、いろいろ1クル目のさっき監督からもお話ありましたが、対立構造も全部集約していくといいますか、悪い人が誰なのかっていうのもどんどん明らかになってきたりですとかね、マフィア、いろんなマフィア組織、グイカーリング、さっき EJ って出てきましたけど、グイカーリングとかね、アーケードとか、いろいろいろんなマフィアがいましたが、それぞれとの戦いみたいなのね、どんどん巻き起こって、どんどんドロテアが活躍していくみたいな話になっていきますのでね、ご期待いただきたいなって思いますけども、そんな中サビです、お、いいですね、え、待って、サビってことはもうすぐで終わり、あと30秒ぐらいってことですかね、え、やばいやばい、どうしよう、どうしよう、頑張って、ちょっと待って、あ、でも、あ、なんか、ちょっと待ってください、このスティールスタンディングっていうねタイトルですけれども、また立ってるっていうねここですが、あ、うまくかけた、お、どうしよう、かけましたね、ちょっとちょっとどうしましょうね、ちょっとだって先生が判定を、いいですか、一ノ瀬さん、ちょっといいですか、あら、なになに、まあじゃあせっかくなので監督のイラストまず、あ、いいですか、お手本じゃないですけど見せていただき、いや本当にかわいい、こんな感じです、かわいい、あっちもいる、かわいい、マーリアとチマですね、まあチマはあまり関係ないんですけど、関係ないんです、マーリアはちょっとシーンに関係ある感じですね、これはこの表情とかにちょっと注目って感じですか、そうですね、あ、結構こういう感じが比較的多いかな、あ、そうですね、そうかもしれない、その表情、まあ、でも2クール目はまたちょっとマーリアにとっては試練が多い、ね、そうかもしれない、いや本当に、ね、そうですね、じゃあそう、あれこそはみたいな方、え、でも、あ、でもどうしよう、ここ多分 ね、同じシーンなんですよ、大体ね、そうなんですよ、でも、まあいっか、ここじゃあ2人で出しておきますか、うん、我々ね、このシーンなんですよ、てか、うますぎない、うますぎない、めちゃめちゃ上手いよ、あ、これすぐわかる、すぐこれね、今日来てくださった方だったらね、ちょっとわかるのかなって思うんですけど、うん、まあ、これが、ね、どういうとこの進化っていう、ちょっと待って、マーリアだけ手抜いて、手抜いてますよね、ごめんごめんごめん、丸マー、丸マーって、いやいや、セルジュから書いたんだけど、ごめん、ここが迷わなかったごめんね、うん、そういう感じの、このシーンがあるんですよ、こういうところが、そこが、いやでももうまさにこれよ、これすごい、ね、まさにこれ、うん、雰囲気もすぐ分かってる、多分みんなのアニメ見たら、なるほど、ね、なりますね、分かるって分かるかもしれない、なるなる、まあ、いいシーンなんでぜひ、そうなんすよ、楽しみに待っていただきたい、なんかすごい、いいシーンですよ、付け足したかのようなクララいますね、違うね、まあ一応自分だからね自分だから、 ありがとうございます、そう、こういう感じのシーンがあるんですよ、いいシーンなんですよ、そう、本当にめちゃめちゃ、そう、いいシーンです、これ結構ね、アンケートにも良かったって書いてくださった方が、うん、そうですね、今日の、ね、上映会を見て、うんうん、そこでセルジュ人気がね、うん、そうですね、だったりとか、ね、いろいろありますけど、人気が出ればね、死なないかもしれないですからもう終わってるよ、これ終わってる、ね、えられないけれども、それじゃあ続きまして、じゃあ福原さんのイラストを、はいはい、これやばいよ、これやばい、やばい、これやばい、これはやばい、ちょっと、この時間から大丈夫、やだ、エッチ
19時やめてよ。え、しかも焚き火でドキドキするでしょ。すごいな。焚き火だよ焚き火だよってことはお外ですけど、え、これだ、まあ、誰かっていうのも言えない、はばかられる、言えないけど、言えないけど、うん、このシーンはちょっといつものニコ生より早いんだからちょっと今日開始時間早いけど、そうだ早いな、いや絶対ね、ほらもう見た方はこのシーンめっさ泣いたって言って、あ、うん、そっかそっか、見てる方は、うん、そうかそうか、そうだね、いやここはエモいんですよ、そうですね、ほんとエモい、印象に残りますね、ここのシーンも、うん、いいシーンなんですけどね、うん、そうだね、誰かっていうのもちょっとね、内緒にしとこ、言えない、言えない、内緒にしとこ、こう書いちゃうとこうなっちゃいますよね、まあそう、書きな、書きながら、まあ、誤解を生みそうだなって、うん、でも見てる側からするとあってなります、うん、そうだね、うん、確かに、うん、絶対ね、はい、このシーンが来たらね、本当にね、舞はクライマックスみたいな、山は見せ場みたいなところが多いんで、うん、そうですね、どこ書いてもネタバレみたいになっちゃいますからね、そうなんだよな、確かに、じゃあすみません先生、あ、お願いします、ちょっとが吐く、まあ仕方ないですね、かわいい、かわいい、かわいい、いいんですか先生、いきますよ、はい、じゃじゃん苦笑なんかでも、え、わかりますよね、はいはい、知ってる人わかりますよね、ちょっと待って、もしかしてあのシーンのこと書いてるのこれ、ええぇ、分かってみる、分かってみる、めっちゃ面白い、ちょっとイラストだってんのに消えって書いてるやんけ、ダメじゃん、消えダメだって、ダメです、え、それに顔がひどい、本当に、ね、太めのね、唇ですね、え、でも結構こんな人いた、リアリーグラムに、よく見たら特徴捉えてませんか、えぇ、このそれ言ってたね、それ言ったら、そうですね、特徴しかないですよね、この感じ、いやでもさ、その人も別人じゃないですかすごい、書き分けがすごいな、そう、私はでもすごい伝わる、伝わる、伝わる、前髪トゥルーってこうカールしてるね、そうそう、なんか可愛い、可愛い、わかるわかる、なんで左の人は体を描く元気あったのに右の人棒なっちゃったんでしょうね、本当だ、左から描いたんじゃない、あ、やっぱやっぱり、でも私は一番最初に私の絵を見た諏訪さんの顔が忘れられないです、え、どんな顔してた、なんか絶望した顔してごめん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 、出ちゃったみたいな、思わず、思わず、思わず、はい、いやでもすごい芸術性に溢れてるよ、でもやっぱなんか知ってるとなんとなく分かりますね、いや分かります、分かった、分かりますよね、分かりますよね、分かったからこそやばいと思って、やばいですかね、いいよ、そうだ、今日先行上映に来てくださった方はみんなどのシーン描いたか、うん、なんとなく分かるんじゃないですかね、分かりますかね、分かるかもしれないですね、あとはまあ監督のチマが見れたっていうところですね、すごいですよ、監督のチマ推しありますよね、チマ好きなんですよ、いやでもチマは可愛いですよ、だってアフレコ中もみんなのアイドルでしたから、うん、みんな微笑みながら収録見てる、そうそうね、チマがね喋るたびに可愛いですよ、いや本当にやっぱり、うん、ね、諏訪さん自分のイラスト横にしちゃってますよ、あ、ごめんなさい、みんなが横だから横にしちゃったはい、これでね、はい、見つけてほしいですね、どのシーンなのか、これね、なんかもしあれだったらこう台本にも書いてあるんですけど、ツイッターで答え合わせなんかできたら面白いんじゃないかな、え、できるんですか、書いてありますけどね、乗るってことですか、まさか、え、何、え、これ映画乗るってことですか、そうだよ、世界に、いやもうなんだけどね、世界にばらまかれちゃもういるんだけど、そうだった、そう、もう見てるか、すごい、はい、はい、なるほどね、遅かったです、もしこのシーンだなってなって公式ツイッターの方をチェックしておいてたらここだったんだなって答え合わせができるかもしれないですね、お楽しみに待っていてください、はい、というわけで以上美術のお時間でございました、ございます、はい、はい、監督にはこのまま番組のエンディングでお付き合いいただくそうです、うんうん、はい、よろしくお願いします、はい、はい、お願いします、はい、はい、じゃあそしてここからは、このお時間です、音楽私は座ってください、音楽の時間ですよ、あ、何もならないんだ、ね、悲しい、ということでフェアリーゴンといえばやはりノーネームさんによる、音楽が作品を最高に盛り上げてくれてると思います、はい、そして第2クールでもですね、引き続きオープニングエンディングそして挿入歌を担当していただくことが決定しております、ありがとうございます、
どうですか監督、やっぱそのノーネームさんのその楽曲とかはどう感じますか、はい、こう聞いて。いや第一シーズンすごく良くて、かっこよかったね。でセカンドシーズンに、まあ、どういうふうに、まあ上乗せしてくるかなっていうふうに考えてたんですけども、もうやっぱり聞き覚えがずっと あったオープニングエンディング、すごい良かったなと思ったんですけど、さらにいい感じが、今となっては両方いいぞみたいな。そうね、そう、どっちもねいいです本当に。私もやっぱ一期のオープニングとエンディングがすごいかっこいいってなったし、エンディングもすごいなんかこう、なんで心にさらってくる切ない感じのだったんですけども、ツークールも本当にすごいですから力を入れてくださってます。そしてなんと本日その気になる楽曲が彩る映像をお見せしちゃおうと思います。いいですよ。ということで、第2クールオープニング初公開となるノンテロップ映像とともにご覧いただきましょう。ノーネームさんでスティールスタンディングです。どうぞ。かっこいい、かっこいい、かっこいい、本当になんかどんどん感情が溢れてきて、そう、わかるわかるわかるここも好き、ここも好きって言いたいことがいっぱい、もう一気にフライゴーってなっちゃった今監督はどうですか、やっぱ見て、改めて見てみて。いやいや、もうなんか現場のスタッフすごく頑張ってくれたので、本当に、まあ、音楽に負けないように映像も頑張ったなっていう感じで。そうですね、このなんか第2クールのこの疾走感とか、そうですね、みんなのこの気持ちとか、キャラのこの立ち位置というか、なんていうの、関係性とかも結構オープニングで割と表してくださってる。見ていくとじわりじわり分かってくる感じですね。そうですよね。いやー、楽曲を聴いてから絵をつけ始める。あ、もちろんそうですよ。あ、そうなんだ、そうか。オープニングもエンディングももちろん先に楽曲をいただいて、もちろん僕は監督なので、その前にこういう曲になりそうですとか、歌詞こんな感じですっていうチェックはありますが、でそれで OK になった段階で絵コンテに入る。すごいな、作り込まれてる。もう本当に、チームの方ともそうやってそういうやり取りがあって、まあまあどの作品もそうだと思います。まあそっかそっか、はい、でもやっぱりこの完成度を見るとやっぱすごい、すごい。第一クールでこうそれぞれの抱えてる切なさみたいなのを分かってるから、このオープニングでなんか、あってなるよね。いやー、でも相変わらずかっこいいですが、なんとですね、本日はオープニング映像だけではございません。なんとなんとですよ、エンディング楽曲もお届けしちゃいます。はい、ということでこちら、第2クールエンディングテーマを初公開となるノンテロップ映像で共にご覧いただきたいと思います。はい、ノーネームさんでステイゴールです。どうぞ。なんだろう、もう染みる、染みますね、本当に好き。なんかこう第2クールのこのほらエンディング、いつもシーンが終わって流れてくるから、なんか僕らにはもうかなり染みちゃってるじゃないですか。いや、もう染みますね。でもいいとこで流れるんですよね。いいとこで流してるんです。そうです、そうですよ。すごいです。毎回これがお尻に来るって思うと、こうなんだろう、いや本当に毎回だってもうさ、コメントでももう泣いたってじゃあ音編見たらやばいと思うよ。でもイントロからいいですからね。いや、わかる、いいですよね。なんかストーリーでもルイセン崩壊シーンが結構多いのに、このエンディングが来た瞬間もうダメですよね。もうノンストップみたいな感じ。素敵です、本当に。さっき監督これ言っていいんですかね、最後のなんかマーリアの、あ、マーリアがこのドロテアのワッペンを触ってるとこは、いつもドロテアは手袋をしてるのが、はい、してます、普通なんですけど、あれそこは素手で、なんで素手で触ってるのか、何を思うのかっていう、素手で触る意味っていうね、そこにも一つ一つ こだわり、そうですね、はい。あ、最後の絵も良かったね。最後のね、良かったです。そう、あれ1枚で欲しいですよね。あ、欲しいです。あ、欲しい。しかもあのタッチいいですよね。あ、まあ、なんていうのか、ちょっとなんかあれハーモニー処理っていう、やっぱりちょっと手間がかかるんですよ。そうなんですか。ちょっとノスタルジックっぽい感じが。そうですね、なので前の時からもやってるし、僕比較的絵使うのが好きで、前の作品とかもいろいろやって、ああいうのやったりしちゃうんですよね。すごい、島もちゃんといたし、島もね、クラーラの足元にいましたね。いましたね、ちゃんといます。ということで皆さんどうでしたかね。
とこういろいろ感じていただけたんではないでしょうか。はい、はい、ということでですね、本日ご紹介いたしましたテレビアニメフェアリーゴーン第、2クールオープニング&エンディングノンテロップ映像はこの番組終了後 YouTube の東方アニメーションチャンネルにて公開予定です。そう、見れちゃいます。見れちゃうの。だからもう何度でも見れる見れる、見よう見よう、はい、見よう見よう。はい、第2クール放送開始に向けて各自テンションを上げておいてください。分かりました、はい、そして改めましてノーネームさんによるテレビアニメフェアリーゴーン第2クールオープニング&エンディングテーマスティルスタンディング、そしてステイゴールドはアニメ書き下ろし三方製スリーブケース、うん、装備書き下ろしインナージャケット、うん、ジュエルケース仕様にて10月16日水曜日リリース決定です。はい、本日なんとここでそのジャケット画像を初披露公開しちゃいます。ドンドン、おお、見覚えのあるタッチあれタッチがあれ、これは前回はマリアだったようなで、そうだよね、ということはついになってますね。はい、髪のファサーの感じよくないですか。いいいい美しい。この絵のタッチもなんかさっき の似たようなものを感じます。素敵。はい、そしてこちら、店舗別特典もかなり充実しているそうです。でそれがこちらとなります。でも多くてね、字も細かくて、ね、おじさんには見えました、まあ、ブロマイドとか缶バッジとかポストカードとかいろいろあるんですけど、いろいろあるんですね。そうなんですよ、本当にいろんなところに特典出してもらってるんですね、うんうん、そうなんです。はい、でもこちらの詳細は、公式ホームアニメの公式ホームページや、運用コメントが多分あの上に多分出てくる、出てますね、こちらですね、はい、の方であの詳細チェックできますので、はい、ぜひぜひ皆さんこちらも、見てください。よろしくお願いします。はい、あとこちら数にあの限りがありますので、ぜひお早めのご予約をお願いします。よろしくお願いします。ということで以上音楽のお時間でした。私がいるよ。お前は何のために戦い、何を守る。私には何もない、全て奪われた。私がいる、私はベルも生きてる。はい、さあ今回もてんこ盛りでしたね、うん、てんこ盛り、ね、ボリュームすごかった、うんうん、ニコ生初監督が来てくださったりとか、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ヨゼミ6回目もそろそろエンディングのお時間となってまいりました。はい、ここでちょっとだけホームルームのお時間です。告知でございます。まずは放送情報、じゃじゃん、はい、はい、テレビアニメフェアリーゴーン第2クールは東京 MX、BS11、ATX、MBS にて来週10月6日日曜日より放送開始になります。その他配信もスタートしますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。配信めっちゃされるの、ね、本当ですね、嬉しい、本当だ、めっちゃこの下の全部ほぼ全てで配信じゃあもうどこにいても見れますよ、ね、本当に日本のどこにいても、ね、本当にみんな見てほしい、はい、めっちゃ見やすい、ぜひ、はい、絶対1個は入ってますよ ね、そうだね、見れると思います。はい、よろしくお願いしま す。続きまして音楽情報、うん、第2クールオープニングテーマスティールスタンディング、さらにエンディングテーマステイゴールドを収録したテーマソング CD が10月16日水曜日に発売になります。ただいまより先ほどご覧いただきましたノンテロップのオープニングとエンディングが YouTube で公開になりますので、そちらをチェックしていただき CD の発売または配信開始をお楽しみにお待ちください。もう出てる、はい、もう出てるっぽいね、出てる、もう横目に出てますね、あ、出てますかね、出てますかね、はい、また第一クールを彩ったオープニングとエンディング、そして挿入歌たちを収録した挿入歌アルバムも発売中ですので、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、そしてテレビアニメフェアリーゴーン D、そしてブルーレイが、現在ボリューム3まで好評発売中でございます。そうです、こちらがね、ジャケットになっております。はい、そして続くボリューム4が10月16日水曜日にこちらも発売となります。はい、ここまでが第1クールの物語となっておりまして、
第2クールが描かれるボリューム5以降は12月より毎月リリース予定です。コンスタントに12月から、ね、オーディオコメンタリーも入ってますね、うん、一ノ瀬さんと前野さんと、あ、また監督も、はい、本当だ、うん、あ、まあ、結構こういうお話がきっと聞けますね、うん、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。そして本日より、男女4キャラずつのツイッターのアンケート機能を使った人気投票を実施中でございます、うん、このね、4人ずつ選出してますけど、はい、1位になったキャラ同士によるカップリングでの書き下ろしイラストを作成いたしまして、そのイラストをブルーレイ &DVD 最終巻のリバーシブルジャケットとして収録するそうです。あ、もう投票してくださった方もね、結構いらっしゃるみたいな、うん、投票はあのこの期間短いんですよ、うん、明日の13時29分までとなってますんで、早めに、ぜひご参加いただきたいと思います。はい、お願いします。前回はあれですよね、セルジとクラーラが、あ、そう、ペア投票があったんですね、ペアに輝きました。イラストをいただきました、ありがとうございます。今回はどうなるかなって、ね、はい、ではさらに、本日のプレミアム上映会の中でブックレットに収録する漫画企画を検討しました。そう、これね、これ盛り上げだって、上映会がなんか結構盛り上がりすぎて、細谷先生の独断場みたいなところがすごい展開をね、はい、いろいろ言ってましたけども、広げてくださいましたけど、はい、それがこちらの内容です、うんうん、あ、はい、この4択のうち、うん、コミカライズされたい、してほしいものを、うん、アンケートで、はい、投票していただくと、投票、うん、そうですね、一番多かったものが、うん、もう本当に、いや、どれも気になりますとしてね、漫画描かれますから、あの、ね、幼稚園ものに関してはね、あの、今日の上映会で一言も出てない楽屋のね、楽屋話で、割とこれニコ生前に楽屋でみんなで話してた時に、うん、おー、なんかあのちっちゃくなったら面白いんじゃないみたいな、そう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 、なんかね、いろいろ結構あの後もね、ちょっと話し合ったりして、一体誰が先生で、やっぱレイドーンはバスの運転手さんがいいよね。いや、絶対バスの運転手さんはね、幼稚園にはつきものなんですよ。でほしい、これ本当にあの、うん、ブルーレイのブックレットの中に入るってことですね。これすごいですよね、先生が。そうですか、あのコミカライズをやっていただいている藤井先生の方に、はい、うん、あの実際に書いていただきます。まあショートショートの、はい、あの、うん、漫画になるとは思いますが、あ、はい、すごいですよ、いただければと、いや、見たいな、ね、どれになっても絶対面白いですね。絶対面白いですよ、うん、また本編とは違ったフェアリー語のね、魅力がきっといっぱい、うん、はい、こちらの中で皆さんが読みたいものを、うん、ツイッターのアンケートから投票してください、うん、今まで見ることができなかった新しいドロピアや他の面々の、うん、一面をご覧いただけるチャンス、うん、はい、はい、投票お願いします。お願いします。あと、そうですね、本日プレミアム上映会にお越しの皆様に向けてなのですが、うん、ドン入場者特典生動画の写真をハッシュタグ、なんだこれ、ハッシュタグフェアリーゴーンをつけてツイートしてくれた方の中から抽選で1名様にキャストサイン入り B2 ポスターをプレゼント、うん、こちらのキャンペーンは本日より1週間第2クールがスタートする10月6日日曜日の13話放送後となる24時30分までを予定しております、うん、イベントに参加された皆様はぜひツイートしてくださいね。これ生動画 の、うん、あの絵を実際に配るっていうのは結構あるんですか。もう結構聞きますよね。私初めて、僕ら的には原画を見ることは多いんですけど、うん、動画を見ることはあんまりないかもしれない。そうですね、そういった意味では原画かもしれないですね、うん、これはなんかランダムで、ランダムなんじゃないですか。そうです、そうです、ランダムです。これマジの動画生の、そうです、なので1枚しかないものをお配りしてるっていう、めちゃくちゃこれはもう必決大サービス、ね、すごいですよ、うん、ね、動画の枚数でいったら多分膨大な数でしょうからね。確かに、うん、はい、しい、ぜひ推奨してみてください、はい、ぜひお願いします、お願いします、はい、続きましてはこちら、インターネットラジオステーション音声にてテレビアニメフェアリーゴンのウェブラジオ番組違法要請取締りラジオが第2クール放送に合わせて10月4日金曜日よりまた開始します。イエイ、はい、パーソナリティはマリア役私一ノ瀬と、今回のゲストは前野さん、うん、ちなみにその次の放送のゲストは私です、はい、
今のヤスが可愛かったな。すごい可愛かった。私です。私です。はい、はい、メールとかも、うん、あ、たくさん送ってください、はい、お待ちしております。お楽しみに。はい、はい、最後に第2クールの放送に先駆けて第1クールの物語を振り返ることができる一挙放送のご案内です。おお、いい、ノンニコニコでやりますね、また、うん、はい、ちなみにニコニコフェアリーゴンチャンネルでは本日より1話から12話の総集編の配信が開始されておりますよ、今日から、うん、今日からですね、いいですね、うん、これ見たらそのまま1話に行ける、うん、13話に行けるってことですかね。そうですね。そうなります。素敵、いいですね。フェアリーゴン一気に見るとまた、うん、そうですね、いいですよね、うん、しかもこう数クール目見る前に1回こうワン、ね、もう1回ワンクールのやつ見てもらってからの方がより入り込めるかもですね、うんうんうん、より入り込めますね、うん、世界観に、はい、ぜひ皆さん、うん、お願いします。この機会に、うん、ぜひぜひ、うん、ぜひぜひ、はい、お願いいたします。はい、はい、ということで以上ヨゼミホームルームのお時間でした、うん、はい、さてヨゼミも3ヶ月くらい空いてまた再開しましたけど、うん、ね、結構空いた、うん、なんかまたあっという間に終わりの時間そうね、この曲は終わりの時間です、ね、エンディング流れ始めちゃったから、ね、そう、流れちゃったからはい、ということで JB さん、はい、今回もいかがでしたか。そうですね、今日たくさんいろんなプレミアム上映会でも感想をいろいろいただきまして、シュールですね、この辺これシュールですね。約500人くらい今日集まっていただいて、すごい、もう本当ぎっしり、うん、もう本当に紙からはみ出すくらい書いていただく方がたくさんいて、本当に一枚一枚丁寧に読ませていただければと思います。本当にありがとうございました。で、まあ、2クール目ですけども、まあ今日もいろいろとお話ししましたが、それぞれのキャラクターが、まあ、戦う理由といいますか、戦後、を経て、どう再起していくのかみたいな、そんな人間ドラマに注目、いただきたくですね、全部の謎だったりも全部回収されますので、1クール目見ていただいた、視聴者の皆様、2クール目怒涛の勢いで進んでいきますので、見逃さず、お楽しみいただければと思います。あと、はい、さっきちょっと言い忘れて、実は言いたかったことあって、はい、2クール目のオープンエンド の, あのジャケットイラスト、ベルじゃないですか、はいはいはい、ベルのところに書かれてる植物、はい、四つ葉のクローバーなんですよ、はい、幸いの子だから四つ葉のクローバーなんですけど、あ、まあそういうね、出生とかがあって、実はベルの思いとかね、そういうのも描かれると思うので、そこも注目いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に四つ葉のクローバーだ。本当だー、幸いに出る、出てきた、出してくれた、出してくれた、これです。ありますね、幸いの子だから、ね、こういう細かい、なんて言うんでしょう、キャラへの、なんて言うの、考えがしっかり詰まってますもんね、フェアリーゴンは、うん、描いてくださってることでね、はい、よりその抱えてる切ない部分とかも引き出されて、もう泣きそう泣きそうなエンディングだし、いや、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ私たちも受講生の皆様に向けてメッセージ、うん、はい、そして、第2クールに向けての意気込みを言っていきたいと思います。じゃあ中島さんからお願いいたします。はい、そうですね、我々の役者 の, 作業的にはもう全て終わってて、アフレコ終了後にみんなで打ち上げに行ったりとかもしたぐらい、ちょっと気持ち的には大団円を迎えているんですけども、まあ、それがようやくこうアフレコ自体はワンクール目から止まらずにずっと来たんですよ。そう、お休みなく来たんで、気持ち的にはずっと途切れずやらせてもらってまして、だから我々的にはようやく皆さんに見ていただけるっていうところなので、まあ、ワンクールからちょっと時間は経ちましたけども、皆さんに一体どういう感想をリアクションをいただけるのかっていうのをすごい楽しみにしますので、ぜひ最後まで見届けていただきたいと思います。今日は1日、上映会からありがとうございました。はい、ご覧くださった皆さんありがとうございました。いや本当にそうなんですよ、もう早く見てほしいっていうのもあるし、なんか本当にやっぱ改めてこうフェアリーゴンって
なんて言うんだろう、結構心の奥の深いところにグッて入り込んでくるストーリーもそうですし、なんかやっぱ映像美とかもありますし、音楽の力もあるんですけど、もう本当にこう作ってくれてるこう皆さんの愛情がすごい溢れ出てる作品なので、もう本当に一話一話皆さんなんて言うんだろうな、そのなんかその怒涛の展開だったり、こうそれぞれのキャラクターの行く末だったりっていうのを見守っていただきながら、ぜひなんだろう、見てくださいもうとりあえず見てほしい、本当に最後まで見逃せないです。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、お願いいたします。はい、今日は朝から上映会参加していろいろお話しして、でアンケート山ほどあるのを楽屋でみんなで読んで、嬉しいねとか、こんなこと書いてくれてるとか、届いてたんだな気持ちがとか言って、で今ニコ生でこれまでのストーリーの振り返りとか、これから楽しみなこととかを語って、もう本当にフェアリーゴーン尽くしな一日だったんですけれども、なんか改めて皆さんからその面白いとか楽しみにしてますって声が届いたりとか、会場の熱気を感じることができたりとか、こうフェアリーゴーンへの愛をすごく一心に感じられる日だったので、もう私自身もますます10月から放送が楽しみになりました。私たちはこういつも収録して、まあ、最終的な絵がどうなるかっていうのは毎回こうカンパケを見完成を見てるんですけれども、どんなこう動きだったりとかアクションだったりとか表情だったりとかが最終的に乗るのかっていうのも毎回ものすごく楽しみな部分であるので、毎回毎回皆さんと一緒にフェアリーゴーン毎話毎話楽しみにしたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次私行っちゃおうかな、うん、はい、なんだろう、すごいフェアリーゴーンって絵のタッチとか、 なんか世界観とか、 なんかところどころのやり取りが結構海外チックというか、 なんか洋画っぽいなと思ってて、 なんかそういう、 なんだろう、大胆さみたいなのもあるけど、 なんか実際にやってるやり取りとしてはすごく人間臭いなって思っていて、 なんだろう、人と人とのなんか感情のやり取りっていうのがすごく細かくて、それがぶつかり合って弾けたりとか、そういうなんだろうな、弾けることがダメなことじゃないよってすごくなんか伝えてくれるというか、なんか、うまく言葉にできてるか分かんないんですけど、まあ、2クール目とかは特にマーリアはよりまっすぐ突っ走っていくので、まあ、本当に見守ってほしいなって思いますし、なんかどこかフェアリーゴーの世界観のキャラクターって立体的に見えるんですよね。だからきっと皆様が24話見終わった後とかも、なんか心にきっと温かいものが残って無事残る終わりになると思います。だからぜひとも最後までフェアリーゴーを本当によろしくお願いいたします。いやね、思いを伝えるって難しいな伝わってるよ伝わってる、はい、はい、ということで最後、はい、鈴木監督お願いします。はい、はい、はい、まあジョンさんが全ておっしゃってくださったんですが、本当に思いが作にこもってると思うんですよ。それは僕ら作る側だけではなく、役者さんの思いとか皆さんキャラクターになって彼女たちの人生を生きてくださったので、まあ、その思いがすごく色濃く出てると思うので、まあ、その1話から12話を通して見た後にがっつりとハマって見ていただければ、まあ、泣いちゃいますよね。いや、泣きますよ、はい、なのでぜひ最後までよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんかしみりしちゃいましたね。しみりしました。待って待って、放送前だから、これからだから、これ違う、このエンディングなの。エンディングがいい曲良すぎてこれからだもんね、私たちの戦いが始まるのは。そうだ、前半あんなわちゃわちゃしてたのに思いが溢れちゃって、それが溢れてとてもいいことですよ。またやってくれよゼミも。そう、やりたいな、やりたい。はい、
いやなんか名残惜しいですね、わちゃんは、はい、うん、ね、第6回、うん、はい、まもなく終わっちゃいますけど、何かもう言い残したことないですか、皆さん、大丈夫ですか？でも一番、なんか最終話みたいな、大丈夫ですよね、いっぱい言い残したこといっぱいあるよ、喋りたいこといっぱいあるけど、あるけどね、またやる、やってくれるよ、はい、またお会いしましょうということで、来週から始まりますもん、放送がそうです、ありますからね、楽しみにしててね、はい、というわけでテレビアニメフェアリーゴーンニコ生妖精ゼミナールことヨゼミ第6回いかがだったでしょうか、どうだったかな、はい、まあ、いろいろコメントが来ると思うんですけど、うん、はい、はい、もうぜひともね引き続きフェアリーゴーンの応援を本当によろしくお願いいたします、お願いします、はい、楽しかった楽しかった、蜂がいっぱい、うん、ありがとうございます、ということで本日の講義はここまで、ありがとうございました、ありがとうございました、ございました、お相手はマリアノエル役の一ノ瀬香奈とメロニカソン役の福原彩香とクラーラキセナリア役の諏訪彩香とセルジュトーバ役中島屋敷と、JB マーサーと、はい、あ監督の鈴木でした、ありがとうございました、ありがとうございました。